これは南京の勝負金が。これが勝負金。はい、2歳の1、5個、南京、これ南京の2歳。2歳。これは品評会、はい、両方品評会出すやつ。これで南京の2歳。南京の6も綺麗だ。綺麗ですよね。大丈夫ですか。あ、水飛べてくるか。あ、もういっぱいってことですよ。あっちも入れないとですか。あ、そっか。あ、すいません、ちょっと待ってください。少しましょう。どうも。はい。よいしょ。はい、OK です。コサキンなんかじっくり見たことがなかったですね。あ、本当？はい。じゃあここぜひコサキン3名、いや、2匹出して、もう1匹出してください。小さいからな、コサキンは。コサキンじゃあ3つ出してくる。出したこと、見たことない。これ土佐金で、土佐金はあげたことなかったっけ。土佐金はこれね、土佐金はね、何歳なんだ。何金多分、動画でもらっただけですかね。はい、はい、直接見てないですね、多分土佐金です、土佐金。すごい取ってる。あれ、水止めてもらえる。はい、すごいな。すいません、もう大丈夫。うん、やっぱりすごいですね。はい、すごいです。これで2歳か。まだ色変わりしないですね。うん、遅いですよね。遅いですね。これ時期はチャンピオン魚、はい、んチャンピオン魚っていうのは、交際でも綺麗ですね、アサギね。あれ、この尾の広がりのこの、そうですね、墨が、これはこれの、これですね、これ、はい、ちょっとこう上食った感じね。綺麗。これ来たら落としたから通してあるぞ。ああ、大丈夫、大丈夫、そうです。でもまあ、もうちょっとして整理したらね、綺麗に。でもまあ、普通じゃ見られないですよ。これ そうですよね。私がこれ注射したやつ。まあいいやつ、悪いやつ。これにしよう。これは土世代がいけるな。よし、ヤッコもついてる。うまっ。ヤッコがついてないともダメですか。ダメだね。ダメですけど。まあそうですよね。この魚は特にそうですよね。捕食するぐらいですからね。ヤッコついてないとダメです。うん。これだ。自分の肉。これはちょっと水槽で飼っちゃったから、お開き悪いっすよ。これから水槽で飼っちゃダメなんですか。お開き悪いっすよね。あ、やっぱり場所が悪い。はい、お開き悪いです。こんなんじゃないです。もっとバッとバッと開かないじゃないですか。いや、まあ確かにこれはすごいですもんね。毎日やってますけど、前かがりは昔のやり方なんですね。あとは搭載を、あと何も大阪ランチ。大阪と、大阪2歳でもね、大阪と、はい、電話してる間に。すごい、なんかショートボディで可愛いですよね。可愛いですよね。ショートボディすごい。大阪2歳も来てるね。大阪2歳いますね。はい。あと搭載か。あ、南京の搭載か。あ、時金そうなの好きなんですよ。まあ本当小学校の時に本で見たあの時金が。時間めっちゃくちゃ手間かかりますよ。そうなんです。から。時金はいいですね。めっかりとか見てないです。ああ、そうですか。朝食はこれはあれですね。1枚逃すときは買わないですよ。わざとギリギリで1枚残すのね。うろこは生きたやつですね。これは波に見えてますけど、うろこはないんですよ。うろこありますよ。あ、あるんですか。はい、これまた出てきたよ。また出てきた。じゃない。背びれの脇で1枚だけピッと